フェデリコ・フェルナンデスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身のサッカー選手。入ッするユナイテッド FC 所属。ポジションはディフェンダー。なお、ルーツが、カンパニア州、アベッディの県、ラチェドーニアにあるため、イタリアのパスポートも有するイタリア系アルゼンチン人で、ある。2008年9月14日、CA、ベレス・サルスフィールド戦でエストゥディアンテス・デラ・プラタでの、デビューを果たした。 同年のコパリベルタドーレスでは2試合に出場。2010から11シーズンからはレギュラーに定着した。2010年12月に遺跡金300万ユーロでイタリアセリエ A の SSC ナポリへ加入することが発表された。ただし、イタリア国籍取得が間に合わなかったため加入は持ち越しとなり、翌年7月にようやく加入が発表された。 2011年11月2日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2011から12グループリーグ第4節アウェーでのバイエルミュンヘン戦では一時は同点とする2得点を挙げた。しかし2012から13シーズンに至ってはわずか9試合の出場。この状況を危惧し1月にラリーガのヘタフェ CF に期限付き移籍した。 2014年8月30日、プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC に4年契約で移籍した。9月13日のチェルシー FC 戦でリーグデビュー。10月28日のリーグカップのリバプール FC 戦ではレッドカードをもらっている。2018年8月9日、スウォンジーの降格に伴い入荷するユナイテッド FC に2年契約で移籍した。 ナポリ時代の監督であるラファエル・ベニテスとの再会となった。2009年 U-20 アルゼンチン U-20 代表としてベネズエラで行われた南米ユース選手権に出場した。2011年4月20日のエクアドル戦でアルゼンチン A 代表デビュー。同年5月25日のパラグアイとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。